よっ、チムチャレンジャー、開会式かっこよかったよ。あ、どうも。あれ、ポップは？先に行きました。いても立ってもいられないのか。やっぱ兄貴に追いつきたいんだね。そうだ、ちょっとだけ面白いことを教えてあげる。え、なになに？教えて教えて。あそこに建物があるでしょ。ローズ委員長の会社なの。3番道路の先には鉱山があるんだけど、そこで掘り出した鉱石をエネルギーに変えているんだよ。つまりガラル地方のエネルギーも委員長が支えてるわけ。へえ、そうなんだ。よくわからない人だけどすごいんだよね、ローズ委員長。話に付き合ってくれたお礼、穴抜けの紐あげるね。ありがとうございます。あそこにダイマックスの秘密があるのかな。そのうち行くのかもしれないね。あとポケモンも元気にしてあげる。ダークタウンまでの道のりも長いけどさ、それもチャレンジだよ。頑張れ、チームチャレンジャー。あー、長いんだ。やっぱガラル地方って広いのかな。お、あ、なんかポケモンが仕事してる。何ここ。綺麗、宝石がすげえ綺麗。何してんの。あら。仕事のパートナーとは勝負でも息ぴったりだぞ。お前トレーナーか。お前作業しろや。息抜き相手に使うな。ジャンゴの中出してきやがって。ダンゴロってこういう仕事に向いてるポケモンかい。なんかもっとタイムキーとかを使った方がいい気がする。体当たり、いいね、ワンちゃん。うーん、パートナーとの息が合わなかったか。残念っすね。こっちは何なの。すっげえ綺麗な鉱山だよな。あ、出ちゃった。あ、出ちゃったっぽい。ちょっと待って待って、いろいろ見たいな、出るのに。やった、スーパーボールゲット。そっち側じゃ何なの。この鉱山の中がすっげえ綺麗でさ、めっちゃ探索したくてしたくて仕方がない。めっちゃ綺麗じゃんこの鉱山。こっちは、こっちはいけない。そっちか。おお、働くお姉さんはポケモンも強いんだから。あ、お姉さんだった。ディグダー、あ、ディグダーはすごい穴掘るのに使えそう。そう、相性の有利不利なんか関係ないんだよ。レベルが高い方が勝つ、それだけのこと。モグリュー、目がテンってしてる。そう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 、倒したよ。スカウトはダメだよ。洞窟の探検面白いな。あれ、ここに来るのですか。アドバイスをしてあげますけど、やめておいた方がいいですよ。願い星を持つトレーナーは僕が痛めつけますからね。え、行く。
あなた、チャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーでしたよね。くだらないですよ。いいかい、チャンピオンよりもリーグ委員長が偉いですよね。つまり委員長に選ばれた僕の方がすごいのですよ。ではかわいそうなあなたに僕の強さを教えてあげますね。なになに、そんな強くないでしょ。そんな脅かしちゃって。ユニラ弱そう。めっちゃ弱そうやけど、ほらレベル13やんけ。なんだよ、驚かせないでよ。よっしゃワンパン。あなたのポケモンにも見せ場ぐらいあげないとね。いやさすがにないけど、最後にレベル60とか出してこないでよ。レベル15。あ、でもどんどんレベルが上がってる。ガブガブ。ニブリム。おやおや、僕としたことが、まあさっさと終わらせてくださいよ。ニブリム、こいつ欲しいな。なんか可愛い。バグバグ。瞬殺。弱すぎるわけですよ、ちょっと。偉そうなこと言って。なるほど、いいんじゃないですか。こちらも本気ではありませんし。へえ、驚いた。少しはやるようですね。ですがあなたの戦い方はきちんと記憶しておきますから。本戦では僕が勝ちますよ。それでは失礼しますよ。ここで集められる願い星は全て手に入れましたからね。全然本気じゃなかったけど、こっちは。願い星どこ落ちてないか。回復あざーす。キャンプしてるの。キャンプか。次はキャンプしよっかな。あれ、かわいい。イーブイ見つけた。野生のポケモンごっこが現れたと自分で言っちゃうの。あ、かわいい。捕まえたい。マジでゲットしたい。あ、かわいい。イーブイちゃん、あ、この子をゲットしたいよ。あ、マコミル出してきた。イーブイちゃんじゃないの。イーブイちゃん、イーブイちゃんゲットしたいんですけど。ちょっとイブイちゃん、イブイちゃんゲット、ゲットしちゃうよ。トレーナーにボロ弾かれた。なんということだ。ゴージャスボールが1個なくなってしまったではないか。アミックダック。でもちゃんとボール投げられるんだね。じゃあもう一回噛み砕く。今一つか。でも倒した。フェアリータイプかな。あー、かわいい。あれでもう終わりなの。いやー、かわいいね。これは野生っぽいよね。何こいつ。あ、バケッチャか。こっちは？あ、イーブイちゃんが走ってる。イーブイちゃん待って、イーブイちゃん待って、イーブイちゃん、イーブイちゃん、イーブイちゃん、あああ、マホミルから現れた。マホミル捕まえよーっと。
噛み砕くで生き残るかな、こいつ。倒しちゃおうかな。あ、生き残った。じゃあ、捕まえてみようっと。何がいいかな。ヒールボールにしよう。えい。やったー、マホミルゲットだぜー。マホミルちゃん連れて歩きたいな。フェアリータイプか。確かな、名前。名前そうね。マホミルだから、ミルモにしよう。ミルモ。いいね、ミルモちゃんいいね。そうね、ちょっと育ててみるか。クマさんっぽい。イブイちゃん待って、イブイちゃん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 、なに、変なん出てきたんじゃーす。変なニャース出てきた。なにこいつ、どうなってんのこのニャース。化け猫すぎでしょちょっと。あ、でもあれだ、普通のニャース鳴き声一緒だ。なにこいつ、変なの捕まえよう。モンスターボールで十分かな。やばい、イーブイちゃん追いかけてたらなんかすごい変なポケモンいっぱい見出てくるんだけど。やった、ニャース捕まえた。さすがにこれはいらんな、ちょっとボックス送るわ。怖いもんだって、なんか。イーブイちゃん待ち伏せするか。あっ、私イーブイ、いろんな可能性秘めてるの。イーブイちゃん、かわいい。イーブイ、イーブイ、イーブイちゃんかわいいね。イーブイちゃん、イーブイちゃん、イーブイちゃん、イーブイちゃんゲットしてあげよう、君を、君を今度こそゲットしてあげる。いけー、あっ。面白すぎる。イーブイちゃんのその弾く顔が見たくてさ、やっちゃう。いっけー、スパーク。やばい、やばい、やったー、勝ったー。あたしイーブイ待って、しょんぼりしてるの。めっちゃ笑ってるやん。イーブイちゃんゲットしたいわ。大きくなったらどのタイプに進化しようかな。あ、そういうのを考えてるのね、イーブイちゃんの気持ちになって。ちょっとワンパチが迫ってくるんですけど。え、なに、ニャースも迫ってくる。あれ、あ、今度ピカチュウ現れた。あー、男か、ピカチュウは。イーブイちゃんの方が可愛いな。そしてなぜピカチュウを出さないし、ハミックダック。ガラル地方ではこういうコスプレも流行ってるのかな。アゴジムシ。デジムシになってから手直してこい。まあ楽勝っすなあ。あー、もうしょんぼりだよ。かわいい。こんな子供からもお金を巻き上げるあたりマジで決意。これはミサイル針ゲット、やった。なんかめっちゃポケモンに囲まれてる感がある。怖い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 。待って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 、ピカチュウそっくりでしょ。そっくりだね。てっきり本物のピカチュウかと思ったよ。
お、今度は本物のピカチュウだ。ピカチュウ。ゲー、噛み砕く。あ、デッキボール覚えてるけど全然効かも。なんかうちのワンさ、電気技使わなさすぎてさ、もうなんか電気タイプってことを忘れてた。お、ドレインキス覚えるって、覚えさせてみよっか。ミルモちゃんのドレインキス、どうしよっかな。甘い香りいらんかな。ピッカー、君はポケモンとトレーナーどっちもピカチュウと惑わせる、グッドな作戦だったんだけどな。残念ながらバレバレだったよ。ウール待っておくれよ。なになに、転がってる。お、ウールはリオにぶつかり止まった。ポケモンの体当たりを食らって大丈夫ですかね。怪我しちゃった。おや、君はもしかしてジムチャレンジャーですよね。え、そうです、やっぱりそうですよね。開会式でお見かけしましたよ。僕は野郎と言います。草タイプのポケモンで戦うジムリーダー野郎なんです。チャンピオンが推薦したというジムチャレンジャーの実力、ジムスタジアムで確かめますね。ジムならこの道路を抜けてもうちょい先ですから。ほら、ジムに帰ろうな。ジムチャレンジャーが待ってるぞ。831番、野菜かな。着いた、ターフタウン。見ろよ見ろよリオ、ターフタウンのポケモンスタジアム、その名もターフスタジアムだぞ。おお、ジムリーダーの野郎さんも戻ってきたけど、ジムチャレンジャーがいっぱいだ。しばらく待つしかないぞ。そうだリオ、ソニアが探してたぞ。お前に質問があるってよ。俺も聞かれたけど分かんなくて。確か丘にいるはずだ。他の場所だよな。タウンマップを見るといいぞ。犬ヌワン、あ、犬ヌワンがいる。お、ソニアのワンパチだ。こいつ道案内が得意だぞ。犬ヌワン、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 犬ヌワンがこっち。すごいな、ちゃんと来てるかどうか確かめてるっていうのが偉い本当に。おお、道案内すごい、よくできました。ありがとうワンパチ。犬ヌワン、かわいい。君の考えを聞きたくてわざわざ来てもらったんだけど。あの大きな地上絵、一体何だと思う？ダイマックス？それもあるよね、大きくなったポケモンに見えるし。ただ3000年前の人が想像豊かでも見たことのないダイマックスを描けるのかな。大昔、黒い渦がカラル地方を覆い、巨大なポケモンが暴れ回った。ブラックナイトと呼ばれた黒い渦って何なの？ダイマックスとどんな関係？それを調べるのが私か。おばあ様の宿題、重いな。貴重な意見に感謝、お礼にリーグカードあげるね。やった、リーグカードもらったって、野郎のリーグカードかい。おい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 、野郎さんは草タイプのジムリーダーだからね。燃やしたり虫や飛行タイプの技での攻撃が効くよ。あとこれも、やっぱポケモンは元気でないとね。やった、元気のかけら2個ゲット。ほら、ダークジムで思う存分戦いなよ。犬ヌワン、犬ヌワン、バイバイ、また会おうね。犬ヌ、気になっちゃった。リオちゃん、あ、かわいい、リオちゃん。こっちは？これちょっと高すぎて、高すぎて見れないね。
半端覗くんだ。右の方しか見れなかった。お、なんか落ちてる。アイテムすかさずゲットだぜ。こっちは、こっちもなんか落ちてる。ビーフの石、すごい序盤からなんか深海石がゲットできるね今回。なんか広いな、マジで広すぎてさ、どこ行っていいか分かんなくなりそう。申し訳ない、エルダの仕業で橋が汚れてね。あとちょっとで掃除が終わるからそれまで待っていてくれないか。はーい、じゃあスタジアムに行こっかな。これは群馬ワークを見つけた。こっちからはいけないのか。おや、変わらずの石。なんかいっぱい落ちてるね、あっちこっちに。よいしょよいしょ、見ろよリオ、草ジムバッチバッチリもらえたぞ。まあウールを扱わせたら俺は最強だからな。お前もジムリーダーに勝てる、だって俺のライバルだからな。いや、お前で勝てるんだったらもう絶対勝てるわ。勝てる自信しかせえへんわ。なにこいつ毎度おなじみ、僕ボールガイだよ。仲良しの印に素敵なボールをあげちゃうボール。なにこれ、フレンドボールを手に入れた。フレンドボールでポケモンを捕まえると君とすぐに仲良しな感じになるボールよ。いやはやボールって本当に奥が深いボールね。君は何なの本当に。なんか分かりました。あ、調整する。ユニフォームに着替えろ。オッケーですよ。なんか最近のジムはすごい進化したんだね。多分挑戦者が増えたんだろうな。すげえかわいい。やばいな、リオちゃん。相変わらずかわいいな。何？ターフタウンポケモンジムでのジムミッションは、ウールたちを、あちらの牧草の塊、牧草ロールまで追い込みます。ああ、なるほど。アローラの試練と同じような感じか。ちなみに私、ダンペイと申します。レフェリーや試合結果の報告を担当しております。それでは、ジムミッションスタートです。追い込むの？ほら、あっち行って。はい、みんな。え、みんな、みんなちょっと、埋め込んで。みんなあっち、そう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 。ちょっとそっち行かないよ。はい、入って、入って。はい、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 入って。やったー。20匹、全部入ってるよ。お、第2ラウンドかな？はい、第2ラウンド開始しました。なんか犬が走ってるけど。このワンパチは応援なのか？はい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 。第3ラウンド行く前にこの犬は、あれ、このワンパチは何なのおや、ようこそジムチャレンジャー。申し訳ないが君を追い返すのが仕事なんです。あ、そういうやつらもいるのね。イメンカ、あ、さっきの可愛い子ね。まあ、ワンで十分な気がするな。噛み砕く。バグバグ。
可愛らしい攻撃をしてくること。体当たり、やったー、倒したー。さすがジムチャレンジャー、ポケモンとの息もぴったりだ。すっごいいい笑顔。あれああ、君のワンパチだったんですよ。あ、違うってわけじゃない。あ、なるほどね。ワンパチに当たっちゃいけないんだ。よっしゃー。こっちから行くと、向こうに逃げちゃうから、遠回りして、あっち行って、あっち行って、みんなあっち行って。おっとっと。こら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 。ちょっと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 。ワンパチあっち行け。ワンパチ。ワンパチちょっと邪魔なんですけど、お前。よいしょ。ワンパチが来る前に。よし、オッケー。ふぅ。でもやっぱりあれだよね、お金欲しいからトレーナーとも戦った方がいいよね、きっと。君のポケモン、思いっきり技を放ってスッキリしたんじゃないか。みんな同じ感じやな。なんか今回せっかくアバターを作ることができるようになったんだから、もうちょっといろんなトレーナーを作ってもいい気がしたんだが。噛み砕く。やった、ワンパン。ワンパンっていうことをなんかワンパチって言いそうになるな。ワンパンをじゃあこれからワンパチって言おうか。よし、そうしよう。いくぞ、噛み砕く。お、ワンパチできなかった。仕方がない、体当たりだ。ゲイワン。やったー。ミルモがレベル16に上がったよ。いいね、いいね。お金も増えるし、なんかいい感じっすね。あ、もしかしてさ、先にトレーナー倒したらさ、あの犬おとなしくなるんじゃないか疑惑。ちょっと待って、ちょっとやってみる、やってみる。ジムリーダーは目の前だけど、戦えるとは限らない。すっごいなんか眠そうなんかあれだね、無理やりやらされてる感がある。いいね、いいね。ワンパチ決まったね。いけ、噛み砕く。おっしゃ、ワンパチ。ナイス、ワンパチ。眠そうマジでやる気なさすぎやもん、こいつ。あ、やっぱそうだ。ジムリーダーを倒したら、ワンパチたちがさ、止まるんだ。さあ、行け、ウル。あと少し、あと少しだぞ。ゴールに着けばきっと、美味しいものが食べれるはずだ。頑張れ、頑張れ。もう少し。やったー、ゴールー。扉が開いた。すごい、なんかウールたちちゃんと自分の帰るところが分かってるかのように
別れて帰ってったね。ぐーぐーぐー、お腹空いてるんだね。うめーって書いてるんだ。うめえなんやうめえって、なんでそんな人ごうめえいやいや、人ごしゃべりすぎやろお前ら。なんや、やばいな、あの腕たち。イエーイ、ジムミッションクリアー。立てた。うわー、なんか恥ずかしい、すっげー恥ずかしい。みんなめっちゃ見てるよ。ちょっと、お、6体持ってるの。僕のポケモンジムは初めのジムなので、次々にチャレンジャーが来るのです。ですからジムミッションも割と厳しめにしとるのですが、ディオさんはちゃんとジムミッションクリア。さすがの一言だわ。君はポケモンへの理解がとても深いんだな。これは手強い勝負になる。僕もダイマックスを使わねば。おー、なんか盛り上がってるね。歓声がすごいし、めっちゃ写真撮られてるし。2体しか使わんのかよ。すごい完成。ガラル地方のポケモンは特定の場所で巨大化します。これをダイマックスと呼びます。まあこれはね、わかるよね。ダイマックスできるのは3ターン。その間ダイマックスしたポケモンは強力な技、ダイマックス技を使えます。しかもダイマックス技は特別な効果を発生するようになります。効果タイプによって異なります。じゃあせっかくなんで使えますか。ダイアタック、いくよー。えい、ワンパッチ。体力めっちゃ上がったね。わーお、お、残ったんだ、すごいね。じゃあ次はダイアーク。わっほーい。私らが、うおー、僕たちは粘る。農業は粘り腰なんじゃ。いや、なんかまん丸してるけど。さあダイマックスだ、根こそぎ刈り取ってやる。わあすごい、目つぶってるときめっちゃ可愛いな、こいつ。くらえ、大サンダー。おっと、効果があまりないようだ。あ、めっちゃワンの応援してくれてる。驚けよ、たまげろよ、これがダイマックスのなんちゃらかんちゃら。ほら、みんなワンって言ってる。ワン、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 ワン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 、めっちゃ応援してくれてるな。これは勝たなあかんわ。わっ、ちっちゃくなった。あ、かわいい。いくよー、カミックだ。
なかなかやりよるな。きー、めっちゃワンの応援してくれてる。わわわわわわ。ゲー噛み砕け。あと一発、あと一発だよ。体当たり。お前の特技見せてやれ、体当たりだ。おお、倒した。ワーン。充電覚えたい。充電とは。お、いいね。じゃあ充電覚えさせよっか。ワン、体当たり、もういらないな。うん。奥義の体当たりを忘れてしまったよ。やったー。その力みんなしおれた。なんというジムチャレンジャーじゃ。やったー、ワンだけで勝ったぜー。おっ、ワンちゃんどうした。ワンちゃん、おー、ワンちゃんが進化してしもうた。パルスワンになった。ワンちゃんいっぱい頑張ったからな。進化してしもうたか。君にとって緑の多いポケモン勝負だったんだな。ジムチャレンジにおいてジムリーダーに勝った証として草バッジをお渡しするんだわ。草バッチ。レベル25までのポケモンを捕まえられるようになった。まだまだだな。キヨさん、ジムリーダー野郎さんに勝利、本当におめでとうございます。記念にこちらの技マシンをどうぞ。マジカルリーク。まあ確定だけどな、そんな強くないんだよな。草セットを手に入れた。イオさんにアドバイス。ジムチャレンジは挑戦する順番が決まっているんだわ。で、次はバウタウンのルリナさん、不番道路を越えていくんだな。ただ草バッジを手に入れたならワイルドエリアに行くのもありだね。自分が連れているポケモンよりレベルが高いポケモンは捕まえるのに手こずるだろうけど、強いポケモンを仲間にできるよ。